おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ドラクエのタクトあるじゃないですか。ドラゴンクエストタクトね。あれがモンスターズジョーカーとコラボしましたね。いよいよ、いやもうそこまで来たか。若干タクトがさ、大のモンスターズ感あるんだよね。やっぱイリュルカのさ、携帯版のイリュルカもあったじゃないですか。ただ、タクトもなかなか負けず劣らずね、モンスターズ感がね、強くなってまいりましたね。まあ、モンスターって言ってもさ、最近は英雄系、まあ結構前からね、実装されてる英雄系、まあ、いますけども。あ、ちなみにですね、今の私のね、ソシャゲの名前をお教えします。ドラクエタクトの。女賢者に9万ジェム！昔こんな名言がありました。強いポケモン、弱いポケモン、そんなの人の勝手。本当に強い人なら、それで勝てるように頑張るべき。その言葉、重く受け止めます！いきます！マンドリックと死神でいきます！頑張るべき？今回このマンドレイクと死神っちゅうのは何なのかという話なんですけど、僕が勝手に点数表を作ったんですよ。意外とまあそれが浸透したようで、はい。意外と浸透させていただいた表があるんですけど、強さ表、モンスターのね、ティーラー表っていうのかな？はい。それを、の中で、三尺とつけた者たちです。勝手ながらね、三尺とつけさせていただいたね、者たちなんですけど、まあその3体を今回は主人公起用します。はい、主人公で起用すればまあ第3の技が解放されたりとかさ、まんべんなく強くなったりとかなるわけですよ。なんで今回はね、主人公はなんとなく竜神の3秘宝にして、割となんとなくです、竜神の3秘宝にしたのは。で、死神とマンドレイクは横として頑張ってもらおうというね、こういうそういう企画です、今回はね。はい、EX 界にふさわしい戦いだね。さあ、行こうや。お前はドルマ？私はドルクマ！ドルクマを唱えたー！はーい！あれ？さあ、第3の技を見せてやれ。かぶりつく！いっけー！ういち！うーしょー！どうだ？かっこいいだろ！あ！強っ！あ、強っ！そうね。マンドレイクはさ、いろんな息を使うわけですよ。その中で眠りがあるんですよ、かぶりつくに。これ強っ。さあ、ドルクマを捉えたー、いくぜー、よいしょー。まあ相手に死神がいるからしゃあないんだけどさ、でもなんだこの戦いは、なんでお互いに死神がいるんだ。おお、暗黒には強めだね、マンドレイク。よし、いけマンドレイク、いけ、かぶりつく、1、2、いいね。火力出てるよ。火力出てんのか？火力出てるように見えるよ。うん。相手が死神とゴーストだからね。うん。マンドレイクや死神。マンドレイクや死神が、まあ、ちょっと三弱って言われるゆえんは、そのステータスにありまして、ステータスがそんな高くないんですよね。そんな、なんか、強い個性があるわけでもなし。おお。なんで、どうしてもね、で、弱点も普通にある。それが問題で、まあ三弱ってつけちゃったんですけど、今回はでも、この三弱たちで勝つわ。おー。その意気込みはよし。にゃん玉だなー。よく見るんだよな、本当に君たち。君たち本当に登場回数多いね。もう誇張なしでさ、僕の動画ってにゃん玉アタック本当によく見るんだけど。たまにはライダーズフェスティバルとか来てもいいんだよ、本当に。素直にメタルハンターとかさ、来てもいいんだよ。なぜさ、毎回毎回ニャンタマアタックが出てきてしまうのか、本当に鼻は疑問なんだけど。さあ、竜、滅、剣、せーの、おいしょ！主人公がやっぱね、強さの中核になってんな。さあ、足を掴むで誰に行く？死神には足がないんで大丈夫です。避けます。あと、外してますね。防御面もね、大してね、死神はね、マンドレイクってね、硬いわけじゃないのよ。うん。うん。主人公がめっちゃ硬く見える。さあ、第3の技で被りつこうぜ。いっけん！ 1!2!3! ね、みんなで協力してる。おー強っ！意外と浮遊率高いな。相手が相手が。てか。相手が相手が？
さあ、ドルクマで強化された暗黒呪文、ドルマからドルクマへ、はい、よいしょ、うん、で、ちょっと待ちますね。ちょっと待ちまして。で、あ、でもまあまあまあ、いけるか。いや、いっちゃおう。さすがにこのターンに仕留められないなんてことはないでしょ。さすがにね。うん。マンドレイクが若干おふざけに走らせた気がしないでもないが。おお、聞きました。皆様、やっぱりね。あれ、やっぱ来ました。ニャン玉当たってるから。いいって、ニャン玉するんだったら、もっと別の玉と別のネコ用意しろってのが、もう。分かったから。お前の登場回数どうなってんだよ、ほんとに。ダンスか。アニマルドやな。これやら。さあ。え？アゴゴロンカマ、大気を切り裂く、いきます、はい、よいしょ、カスみたいな威力出しとんな。風流拳か。全体攻撃なら大丈夫でしょ。いけ、風流拳、せーの、主人公が決める。やっぱり主人公に依存してんな。お、続くぜ、この動画。お、ゾーマの城か。相手にとって不足だらけな。不足はねえな。ああ、ああ、余剰だわ。魔王、バラモスですね。なるほどね。相手にとって不足はねえんだが、大魔王的には、負けそう。というわけで、開幕一発ギガブレイク打って、さあ、こっからですね。凍結稼働。波動から入るが、まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー、いいだろう。問題はバラモスって硬いんだよな。多分誰一人打点取れるやつはいねえな。まあ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 、気合で取ってこう。そんなもん、打点なんて気合で取りゃいいんですよ。うん。対戦の上から気合で取りましょう、そんなものは。いやー、大事だよ、ここ。ここで勇気をある程度貯めて、一回つばぜり合い仕掛けたいね。せーの、はい。まあまあ、硬いね、さすがに。さあ、暗黒呪文、ドルクマ。魔王に暗黒呪文とは何事か、はい。ああ、割と出るじゃん、割と出るな。想像してたよりは出たわ。うん。で、基本的に死神だよね。あ、主人公に行くの、珍しいね。へえ、まあまあ、いいでしょう、いいでしょう。さあ、三味一体かぶりつく。我らは三人で一人じゃない。1、2の3かす。つばぜり合い仕掛けます。ここでつばぜり合い仕掛けて、ちょっとね、減らしておきたいね。大魔王戦に向けてオーブを減らしておきたい。はい、オッケー。はい、オッケー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 。いいよ。まあ、ゲージ的にちょっとワンチャン負けるかもしんねえけどな。母数が足んねえわ、勇気の。勝ってくんだよな。オッケー、ここの勝ちはでかい。ここで勝ちもらえるのはでかいね。さあ、2体とも頑張って。はい、やったー。甘い香り、やっちゃった。やっちゃった。はーい、冷たい香り。一番当たり行動ですね、一応。一応これでも当たり行動の方ですよ。暗黒のゴムが大気を切り裂く。こら、やめろ。何を遊んどるんや、お前らは。じゃあ、まあまあまあ、あの、ギガネギ弱いですよ。勇気も半分溜まってるんで、これはワンチャンあるかもしれません、大魔王撃は。あるね。普通に素直にあるな、これ。さあ、お前らのイケメンぶりを見せてくれ、次の大魔王で。え、ゾーマなら本当にワンチャンあんじゃねえか、打撃通るし。行くぞ、お前ら。ついてこい。うわー、来たー、やばい、赤目様だ。恐れて立ちたいが分かった。お前たち、いけるか。でも、これ勝てれば、お前らいけるよ。強い、ねえ、モンスター、弱いモンスター、そんなの人の勝手だよ。俺は本当に強くなるためにね、こいつらで大魔王に勝つっていう野望を持つ、俺は。こっちまでお願いします。うん、噛んだ。なんて言った今。ここ、つばぜりしやす。半分溜まってんの、やばすぎなんだよな。で、ここ、ワンチャン勇気かけないで、そのまま行ってみるか。あ、どうしよう。一回かけるか。難しいところだね。さあ、行こうや。つばぜり合おうぜ、ゾーマ。勝てるように頑張る。俺は、あ、こいつらを輝かせる。でかい、ここ勝つのでかいな。何してんの、何してんの、ちょ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 、やめなさい、やめなさい、やめなさい、止まれ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 、何してんだよお前。素直に打撃打て、素直に打撃打て、
何してんだ、何してんだお前らは。何してんの、何じゃ、冷たい氷外れたんかよお前、何してんだよマジで。とりあえずつまずり合いに勝ったんで最悪の状況は避けられました。あとはうまいこと勇気調整をしてラストにとどめ打ち撃を打てばいい。だから勇気止めれないね。もうかぶりつく1、2の3、おいえ、いいダメージ出てる。波動引きたいね、どっちかのターンで。まだでも一応 SP もあるからね。 SP もある、全然全然いける。いいよ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 。ここで波動を引いていく。 OK。 先ほど1ターン目につばぜり合いしたのはね、1ターン目の行動があまりにも危険だからなんですけど、まあうまいこと刺さってるね。よし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 。まあこっちの方が出るね。もう暗黒の我慢、いいいいダメージ出てるぞお前、意外と順調順調。シミちゃんもいいダメージ出してくれてる。勝てるように頑張るぞ、輝かせる。おお、これでかいな、波動連打は。この波動連打はマジでありがたいっすよ。最適行動ですね、ゾーマの。最適行動を引いてる。これはね、勝てって言ってるよ。よし、勝とう。じゃあ勝とう。これいける。全然いける。はい、勝たせるために努力する。それができるゲームがモンバトなの。ポケモンと一緒よ。ポケモンと一緒。ある程度の戦う能力があるんだったら、それで勝つっていうことができる。このゲームは。あ、待って、でもさ、勇気溜まりそうだね。なんか勇気溜まっちゃいそうだな、ゾーマの。いやー、ゾーマの勇気溜まるってことは、とどめつばぜりが待ってるってことなんだよ。はい、とどめボーダーはなんとか乗せれそうだな。なんとかだけど、次のターンにダメージ系 SP 使って、そうだね、ダメージ系 SP 使った方がいいだろうな。マヒャド、マヒャドはね、マンドレイクや死神もね、暗黒大差高いから割と大丈夫じゃないかな、思っている以上には。あ、思っている以上に大丈夫だったし、ウチが飛んでった。ギガデイン、やばい、お互い止まった。お互い溜まったってことは待ってるね、2回目のつばぜり合いが。これはだって波動とかしても意味ないもんな。ここは攻めの精神。そう、つばぜりに勝てばいいんですよ。とどめボーダー乗りました。あとはつばぜりに勝てばいいだけです。何してんのところで。あー、マイク降りた。何してんねん、何してんねん。お前やりたいな、いけ、うわ、うおわ、いいよ、いけるぞ。いや、まあここは耐えるでしょ、さすがに。ここ耐えてくんなきゃ困る。はい、ナイスガード、オッケー、任せろ。あとは託された、託されたな、託されちまったな。見せるわ、見せるしかねえな。託されちまったな。とどめつばぜり、これに勝った方が勝ちだ。見せてやるよ、本当に強いプレイヤーなら。本当に強いかどうかこれでわかるよ、俺が。俺は勝つ、俺は勝つ、うわー、待ってる、死神、俺に力を貸してくれ、にゃーしてくれ、にゃーしてくれ、にゃー。本当に強いかどうか、これでわかるよ、俺が。本当に強いかどうか、これでわかるよ、俺が。本当に強いかどうか、これでわかるよ、俺が。曲変わった、なんや、なんや、なんや、なんで曲変わったの。わー、バラマス、バラマス、おっぱい。わー、なんでだよ。何してんだよ、おめえ。おめえ、何やってんだよ、おめえ。何やってんだ、おめえはよ。あー、もう、なんで勝てないの。心臓がそれで強いんだもん。あー。
死神とマンドレイクは何も悪くない。悪いのは俺や。もう